こんにちは。大阪で、本格フランス菓子を基礎から教える引き算レシピのお菓子教室必須なったの大下です。高子先生のコンサルを受けて私は3年目になるんですけれども、最初高子先生のコンサルを受ける時にはお菓子教室5年やってた状態です。そして、ここのアトリエを作ったことで本気で集客したいと思いました。でその時にホームページが必要だっていうことと自分で、ホームページを作りたいって思ったので、すごくアンテナを張っていたら高子先生に出会うことができました。最初出会った時はクスパの集客セミナーだったんですけれども、もうなんか言うことが全部その通りだと思って先生の、コンサルを受けることになりました。で、ホームページを作るにあたってもコンセプトとかキャッチコピー、ターゲットっていうのを明確に、アドバイスいただきながら教えていただいて、で唯一自分の特徴を出すっていうのをやってお手伝いしていただいて、そこから引き算レシピというのが生まれました。本当に高子先生がいなかったら私なんか何の特徴もないお菓子教室だったんじゃないかなと思います。で、それから、一生懸命ベーシックコースっていうのを作って、私は基礎からお菓子を学ばせる、失敗させない、理由を教えるっていうことが自分の特徴であるっていうのをだんだん分かってきたので、それも先生と何回もセッションを繰り返しながら、でそれを特徴に、1年のコースを作りました。でもう集客が本当に大変だって知ってたので先生に、1回集客したら長いこと来てくれるシステムを作りたいということで1年のベーシックコースを作って、またそれが人気だったので2年の、アドバンスコースっていうのを作ることができました。1年目とかはそんな感じで本当にホームページができて。いろんな動画の使い方とか SNS の使い方とかを教えていただいて、少しずつ集客が伸びていきました。でそうこうしているうちに高額商品を作りたいと先生に言って、先生とセッションしてアイデアを先生が出してくださって、それを私は実践して、今はやっとお菓子教室して、売り上げが上がってるなって、ちょっとずつ本当に儲かってきてるなっていうか、年商いくらいくらって目標を立てるんですけど、そんな数字を出せるとは思ってなかったんですが、先生と一緒にやっていくことでその数字の目標が達成できそうです。なんか目標をいつも立ててそこにたどり着かしてくれる、そのアイデアとあとメンタルですね、を押してくれる、押し上げてくれる、引き上げてくれるっていうんですかね、それをしてくださるので、あともうちょっとで達成っていう時やったら、先生がもうちょっといけるんじゃないとか。なんか達成してましたってのんびりしようと思ったらもうちょっといけるでしょうとかいうので、本当に私の中のものをぐっと出してくれて、どんどん前に進ませてくれてるなと思います。で長いこと継続していると私を知ってくださってるので、私の弱いところとか強いところとかを知ってくださってるので、そのアドバイスがいただけるのも私はいいです。で例えば生徒さんとなんか揉めたっていう時、最近あって、揉めたっていうか時、どうしようと思った時に先生に聞いて、そういう時ほどすぐに返事をくれたりするんですよね。だから本当に私のお守りっていうか保険っていうか、先生がいてよかったなと思うことはもう何回もあります。先生がいているのでこれからもどんどん上を夢を見て、お菓子教室やっていこうかなって思っています。本当に、感謝してます。